はい。ロストジェネレーションの久保でございます。いや、なんか新しい方が気になりましたね。速可塾、隠居 TV の久保でございます、えー。今回はね、クレジットカードのちょっと小ネタというか、小技というか、雑談程度に聞いていただきたいんですけども、えー、クレジットカードの中の小技としてはね、私も40ぐらいの技を持ってるんですけども、そのストックのうちの今日は一つです。えーとね、やり方としては、クレジットカードのそのキャッシングじゃないあの、ショッピング枠がありますよね。 買い物のできる枠が10万とか30万とか50万って設定されてると思いますけどもこちらはですね現金化すする方法です多くの方がショッピング枠を現金化というとうんなんかその家電を買ってそれを4割で売ったりとかしてねで100万円のクレジットはショッピング枠だったら40万の現金を手にするみたいなことで支払いだけ残るみたいなねそんな割の悪い キャッシュアウトをしてるんですけども、でいろんな方法を使ってもね、95%とかがいいところかなと思うんですよ。で私の場合はクレジットカードのこのショッピング枠を100%以上で現金化する方法があります。要するに利益が出るんですよ。ショッピング枠が利益を出すって形ですよね。例えば30万円のショッピング枠があったら30万円はそっくり出てきます。プラスなんかねいくらいくらって感じでついてくると。 悪くても100%トントンですね。100%切ることはないかなと思いますので、使ってみてはいかがかなと思います。それでは、あのやり方を説明します。すごく簡単です。まあ、でも、小技と思って聞いてくださいね。えー、それはね、バイナリーオプションでよく使われている、ハイローオーストラリアってのを使うんですよ。ハイローオーストラリアの入金をクレジットカードでやりますよね。ショッピング枠でやります。でそうすると、ハイローオーストラリアに入金されるわけですよ。 で、ハイオロオーストラリアで入金すると、あと、なんかね、その、キャッシュバックがキャンペーンで付くんですよ。例えば5000円とかだったと思いますけども、5000円つきますよね。だいたいいつもキャッシュバックやってますから、私の場合は20%キャッシュバックみたいな時もあったんで、結構美味しかったんですけども、まあまあまあ、5000円みたいな時もあるし、変動しますんでね、その時は、あの、タイミング見ていただきたいんですけども、じゃあ5000円キャッシュバックつきますよね。で、そのままキャッシュアウトすると、ボーナス目当てと思って怪しまれるんで、ちゃんとね、取引はするんですよ、何回か。 5, 円の枠がなくならなくらい程度に、あのーなんですかね、キャッシュバックの枠がなく,なくならない程度に取引をしますそして何度かやるとおキャッシュアウトができますんでじゃあ、えー、入金したハイオーストラリアのお金を自分の銀行口座に持ってこようかなっていうわけなんですよ。言うわけなんですよ。まあそうすると、えー、30万円でスタートして5,000円もらったと何回か取引して30万プラス目減、まあ、りして1,500円になっちゃったなと思ってもキャッシュアウトすると30万と1,500円が 金だよね。まあこれはね、あのー、今のところうまくいってますしうんおすすめした方も自分のね責任でやってくださってるところはありますまあ私これあんまりおすすめしない理由があるとしたらやっぱりねまともにお金稼いでるわけじゃないんでそんなに堂々とは言えないんですよだからまあ小ネタとしてね そういう話があるんだなというふうに考えていただければいいかなと思います。もうね、これをね、なりわいにしちゃダメですよ。で、私がこれ動画公開してるってことは、知ってる方も結構いるってことなんですよ。で、これがあんまり進むと、多くの方がやると、ハイロー・オーストラリアはそういうことをね、禁じてくると思いますんで、そんなに未来英語を使えるわけじゃなくて、本当に一瞬だけ、たまたま使える人がいたという程度に、 考えていいたただきたいかなと思いま,すまああのクレジットカードのショッピングワークを現金化する方法っていうのは常に生み出されてるんですけどもその中の一つかなとそして生み出されては規制され生み出されては消えみたいな感じですからイタチごっこをやってるそのイタチになってもういいって方はねイタチというかモルモットになっていいって方はまあご自身のね判断で、えーまあ、やってみてもいいのかなと思いますまああくまでもこれ私がおすすめするものではなくてこういう手法もあるよねっていうねそういうふうな 考え方の一つとしてお伝えしました。雑談程度に聞いていただければと思います。それではですね、クレジットカードの情報が結構続いてますけども、吉田さんもクレジットカードのなんか小技知ってれば教えていただければ幸いでございます。それでは失礼します。